あ、どうも、てけてけです。ちょっと、はい、ちょっと、放置少女の公式のディスコードの方に上がってた次回反響の不具合ですね。について、まあ、もしかしたらこれを見てる視聴者の中でも対象の方がいるかもしれないので、情報シェアしておきますが、8月31日の夜間の修復作業中、次回反響にて特定の操作時に、本来獲得できない経験値や資源が獲得できる不具合が発生しておりましたと。まあ、これ、私の耳にも届いてましたが、まあ、初日なのに、レベルがもう90とか、みんなが60とか70とかそこら辺でやってる中で、なぜか、どう考えてもありえないレベルのプレイヤーさんがいるという報告なんかがあって、まあどうやらなんか修復作業の影響で二次的に発生してしまったみたいですね。まあおそらく竹三日月ちゃんでしょうね。あの小回りからの派生でしょう。でそのせいで一部の将様の次回レベルが過剰に上昇した状況となっておりましたと。ランキング等を他の将様へ与える影響を鑑みて下記の対応を実施いたしますということで、次回反響にバグがあって一部対象者が下記3つの対応を取られてしまうので、まあ、今回何気なくプレイしている方でなんかレベルがめちゃくちゃ高いなと、もしかしたら自分も対象かなと思う方はここ注意してみていただきたいんですが、1本来獲得できない経験値や資源を一定数獲得した将様の次回反響のデータを初期状態にリセットしますと。やりすぎ。まあちょっと読みますか。2番目、チャージお礼及び消費お礼の条件達成状況はリセットされず、達成していれば再度そのまま受け取れますと。まあこれは受け取り直してくださいねってことですね。そして最後3番、該当の首相様へ8月31日12時からリセット時までの時間分の高速戦闘券をリセット作業終了後に付与いたしますということで。これやばいっすね。まあ今日今9月1日も夜ですが、丸1日半分ぐらいですかね、36時間分ぐらいの高速戦闘券が一気にデータをリセットした上で手渡されるということなんですが、まあまずはそれだけだとちょっと足りないですよね。あの高速戦闘1日4回と今日で6回なんで、20時間分高速戦闘券がある上での昨日のメンテ焼きからの36時間なんで、20時間分時間の付与が足りていないのと、あとこの下ですね、丸3で付与する高速戦闘券は日をまたいで持ち越すことができませんということで、その日のうちに使い切るように地獄ですね、これは。まあ、高速戦闘ただぶっ破して使えばいいわけじゃなくて、戦役ある程度進んでからちゃんとした経験値のところで使うことで最大限効果を得られるので、もらってすぐに使えるものでもないので、まあ、例えば最初で言うと100ステージとか120ステージのところまでちゃんと攻略デッキで進んだ上で使うことで最大限の経験値が得られるものなんで、でまたその高いところで経験値使ったらまたそこでボスが倒せるようになって、さらに先に進んで、その進んだ先でまた高速戦闘券を使っていくみたいな感じで、そんなに、まあ、36時間とか40時間分とか一気に使うようなものではないので、で何よりこの作業をするのは肉体労働的にきつすぎると。また一から次回反響やり直しはかわいそすぎませんか、運営さん。でリセット作業はこの後23時頃からもうされちゃうみたいですね。ちょっと動画上げる頃には間に合わないかもしれませんね。作業の遅延等がある場合には改めて告知させていただきますと。まあ23時からメンテ入ると24時ぐらい、まあ9月2日に入ったぐらいから作業終了になるんですかね。でまあプレイヤーさんの中には深夜もすぐ寝ちゃう人もいると思うんで、朝起きてで会社行って昼休みぐらいから着手してってやると、もう半日ぐらいしか残ってなくて、それで高速戦闘券全部使い切るのはちょっと鬼すぎるんで、運営さんこれ対応変えた方がいいです。まあ少なくとも今回の場合、このレベルが過剰に上がっちゃったプレイヤーさんに関しては、本人が意図的にバグを利用して上げたわけじゃなくて、単純に放置少女側の過失によって上がってしまったレベルなんで、少なくともリセットするのであれば、リセットした後も今回の次回に関してはリタイアさせてあげるような措置はあってもいいのかなと思いますね。まあ多分これもうやりたくないと思いますよ、一からは。なんでリタイアさせる代わりに、まあ満額神髄成果だとか MR 結晶だとかを渡すわけにいかなくても、その半分とか、まあ普通にプレイしていたら得られるであろう報酬なんかをもう先にプレゼントして、その上でまたやり直すか、もう今回はやめるか、少なくともそれぐらいは決めさせてあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。いやこれはちょっとあまりにもかわいそうなんで、はい、もし運営さんこの動画見てたら、はい、ちょっとどのぐらいの人数の方が対象か分かりませんが、まあこういう細かい対応の部分で運営さんとプレイヤーの間の溝っていうのは広まったり、またはこういう時の対応によっては縮まったりするものだと思うので、ぜひ早急に対象プレイヤーさんへの対応ですね、ご検討いただければと思います。はい、そして以上バグの速報でした。はい、一応対象者の方、今のところもうもらった高速戦闘券明日中に使いまくるしかないので、もし対象になった場合には頑張ってくださいとしか今のところ言えませんね。運営さん、ここの対応はしっかりお願いします。はい、それでは。